世田谷養老犬クラブ。こんばんは、世田谷美容冒険クラブ。この番組は三軒茶屋ケロットタワー26階 FM 世田谷スタジオケロットで公開収録です。超美容健康オカルトおもろいこと大好きなバラエティ番組です。お相手は美容冒険家のマスクド J とアシスタントの笹倉千尋と菅沼真由です。吉田愛菜です。真由と愛菜で真由愛菜ですですと似てるよ、似てるよ。違う、ほんまにごめん。じゃあすいません、ゲストの地元リカと、あ、とじゃないわ。ゲストの地元リカさんです。はい、どうです。はい、もう先週に引き続きってことでね。はい、まあ、ねまいらさんと地元リカさんに野沢温泉村の方にね、所長公演ジェットオプションに行っていただいたっていうことでね。はい、はい。ちょっとね、笑ってるからさ、なんかさ、笑ってね、涙が出て、千尋さん泣いちゃった。もう笑って涙が出るって幸せですね。悲しい。でもね、これはいいの、もう撮りなくてもいいのかな。このままでいいですか。くしゃみしたの誰だ。そういうことで、はい、今日もわちゃわちゃやってまいりましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。始まるよ。美容パラレルワールド。美容パラレルワールドのコーナーです。薬味というテーマでいきましょうということでね。はい、薬味、はい、薬味っていうと皆さん何を思い出しますか。まあね、お刺身食べるときとか、うんうん、いろいろあると思うんですけど、あれ何のためにつけてるんでしょうみたいな感じでね。なんか体に良さそうなイメージです、薬味って。こうスパイス的な感じ。スパイス的な、まあスパイス的な感じですね。正解ですね。あ、正解なんですか。正解ですね。やっぱり普通食べ物っていうのは、まあ、特にお刺身なんかは、まあ、最近養殖物もあったりするからなんですけど、まあ、菌とかね、虫がついてるとか、あ、まあ、それで腹を下す可能性があるとかね、うん、はい、そういった意味での毒消しとか、うん、そういった意味で刺身っていうのは、うん、わさびなんか、あと生姜とかね、ついてますよね、うんうん。だから海外であんまり生食食べる文化って意外と少なくて、うん、そうですよ、野蛮って言われちゃいます、うん、多分ね。でもね、日本がその刺身文化があるの、これ僕インド のシェフに言われたんだけど、日本はやっぱりわさびがあるから刺身食えるんだって言い方されてね、やっぱりわさびが非常にこう毒消しの効果があるから、だからやっぱりね、こういったものね、まあ、嫌いな人もいるかもしれないですけど、こう一緒にこう食べることによって体の安全を保ってるというのが結構あるという。だって小さい頃はわさび食べられないのに、なんで大人になったら食べられるようになっちゃうんですかね。うん、それはね、よくあんないですけどね。だから、いや、だから、まあ、今回ね、そういったわさびなんかはもうわさびの成分を使った鮮度を保つシートを開発するメーカーさんとか行ってね、うん、だからこういったその鮮度保持とかにこう使われてるっていうのは、まあ、わさびはハーブの一種なんで、そのハーブがね、それで効能効果があるっていうものがね、だから薬味っていうのもぜひ実は、まあ、なんかお飾りじゃなくて一緒になんか食べると体を安全を守るという、あるんですよね。余談ですけど、最近わさビーズっていう知ってます。知ってます。でビーズになったわさびの、 YouTube で見た。プチプチの、うん、イクラのわさびはみたいな、そういうのが出て、うん、結構それが大受けで今、ちょっとなかなかいい、そうやってるんですって、ね、わさビーズ。わさビーズ、それは食べるやつ。食べる、全然食べるでしょ。で、くすっとちって弾けて、わさびの味がするんですって、うん、だから見た目も可愛いし、ちょっと苦手なその海外の方とかも、うん、それでお刺身食べられる。そう、唐辛子は平気な人がね、わさび苦手な人いるよね。辛さの種類が、あ、あれわさびがダメな。わさびの日です。ところがお寿司屋さんのとこ行くとさ、お茶があるじゃない、うん、お茶もだからそういった意味では毒消しの効果があるんで、だからそこすごいのは、お寿司屋さんすごいのがわさびもあるし、あと生姜もついてるし、うん、であと、まあ、お茶もね、粉茶もついてるしって、相当うん、フルちゃんと、ね、フルなんですよ。意味があるんですね。でよく、まあ、板さんとかと話をすると、絶対にも気をつけてることはもう絶対掃除なんだって。で終わった後も始まったら熱湯をかけて台の上、それで全部消毒してちゃんと調理器具全部洗って、うん、もうほんと生物を扱ってくるから、もうそれが一番危険だからと、まあ、大切ですよね、うん。だからなんかもう女房に一番俺が厳しくしちゃって嫌がられるって言ってますけど、でもやっぱりほら食べ物って
まあ、食べなきゃ生きていけないんだけど、その食べ物によって体を壊すこともあるから、うん、そこは特にこれからね、まあ、暖かくなって夏とかね湿気が増えてくると、まあ、その辺のところが食中毒の季節になってくるんで、うん、まあ、そういった意味ではね、そういった薬味なんかは本当そういった意味では大事な役割がありますと、うん、なるほど。でその日本にはわさびがありますと、お茶がありますと、まあ、そんな話を。育てるのとか結構大変らしいですね、わさび。難しいって聞きました。そう、あれもだから綺麗な水のところしかないから、ね、あれも長野じゃないですか。そう、長野もあるし、そうですね。次行ったらわさびのそういうアクティビティどうですか。わさびアクティビティわさびソフトクリームとか、ああそれはですね、あるじゃないですか。まあそんな感じで、そんな感じで、はい、薬味でした。薬味についてお伝えしました。これはもうね、怪しくない人いるんですか、これゾンビなんですけど。ゾンビですということで、まあ、今日ゾンビですけど、ゾンビですよ。ゾンビって何ですか、知ってます、ゾンビって。いや、もともとはね、アフリカの方の、はい、ブードゥー教っていう宗派があるんですけど、うん、そこで、はい、生ける屍、死んでるんだけど体が動いてるっていう感じ、うん、それがゾンビで、でなんかね、いろんなね噂があるんだよね。労働者として使うために考えられないけど体を動くから命令したがってとか、で途中から映画とかでね人を襲うとかなんとか出てきたけど、もともとはそうやって使用人として使うような形で、でも見た目がやっぱりこうおどろおどろしい感じじゃないですか。でもこれが本当にあるっていう都市伝説もたくさんあって、特にアメリカでそれがそうになったのはやっぱりその黒人の人たちが、まあ、南部の方に連れていかれて、うん、でそこにそういったブードゥー教をなんて信仰している方々が結構いてらっしゃって、そこでそのゾンビ伝説がアメリカで生まれてったっていう。ブードゥー教って何ですか、はい、でも知らない人 で結構ね、ワールドカップの時もね、それの呪術的で占うとかってやったり。ジェイさん知ってること、ヤクマさんは知ってますけど、もちろんそれは当然のように知らないけど、やめてみなさん、ね、一般ピーコは知らないその前提を取っ払って話してくだ呪いで相手選手を守ってさ、知ってて話さない。でそうやってそういう宗教的な話もあるんだけど、実は結構これがね、薬っていうかね、特別なその、なんだろう、薬草っていうかハーブを使って、ハーブ、リーナさんの興味なさそうな、なんかと同時にちょっと冷たい姿勢をこんな顔してた。もうね、あんま興味ないのは知ってるんだけど、そんなことないですよ。そう、いや本当はもう内心めっちゃ盛り上がってるかもしれない。そうね、一生懸命聞いてたよ。どこね、いつもだったら素直だわ。すごい、そこも分かりやすくていいと思います。どうもありがとうございます。眠たいですかね。そんなことない、そんなことない。毒薬があるんだよ、毒薬が。毒を、その毒薬、過死状態で作るやつがあって、ちょうどいい成分だと一回死んだ形になるけど、またそこで処方するとまた生き返るんだけど、G ウイルスみたいな。まあ G ウイルスあ、だからあれなんかもう、だからそのとこから来てると思うよ、多分。やっぱそうなんだよ。それで量が多くなっちゃうと死んじゃうけど、でそれでも過死状態にしても、そこからまたもう一回生き返らしても、その時にやっぱり毒のせいで脳がやられてて意識がなくなってしまう、うん、でそれもまたゾンビだっていう説もあって、だからすぐ顔色悪いイメージですね、ゾンビって。だ要はもう意識がなくなっても考えられないまま、うん、もう操れるか、そのままなんかもう無法状態になっちゃうかっていう感じのが、まあ、ゾンビと言われてて、うん、でこれがね、陰謀論でいくと、こういったもう、まあ、人間っていうか生物兵器っていうか人間兵器みたいな形で、はいはいはい、とにかく怖いっていう感情を捨てさせて戦わせるとか、はっきり言って戦争兵器ですよね。そうそう、でそういった人体実験が生まれたっていう説もある、うん、バイオはそんな感じだよね。呪術的なっていう説もある、うん、あれもこれ二次世界大戦で使われたんでしたっけ、なんかもう昔、うん、試験的にゾンビを投入したっていうありますよね。でも1年に1回だけ、ほら渋谷もなんかゾンビ増える時ありますよね。あるうん、あるね、そっち来たね。あ、そう、ハロウィンになったらなんか電車からゾンビがたくさん出てくるのすごい怖いんですけど、あれ、怖いですかね。本当のゾンビって、でもだから今ジェイさん言ったように、ちょっと言い方変えると、例えば麻酔とかすると感じなくなるじゃないですか、うん、あれはもうその入り口っちゃ入り口ですよ。そう、痛みを感じないようにするとか、ゾンビの、はい、うん、入り口、そういう実験をやってるっていう説がある。そうですよね、自分の意思とは全然ね、反しますもんね、うんうん、もっと言っちゃうと、ほらもう薬、いけない薬があるじゃないですか、うんうん、捕まっちゃう薬、うん、あれを使うわけですよ、そう、あれの強烈なやつを、うん、でそうすると、銃で撃たれても痛くないから、うん、だから興奮状態で、どんどん突進できるっていう、死なないんですか。
死ぬまで息の根が止まるまで動き続ける楽しいわみたいな感じでよくね、リアルゾンビだ。そうそうそう、それがまあ現実的なね、そういうのありますよね。なるほど、ね、そういや何年か前のハロウィンに USJ で大阪のリアルゾンビしてもらったんですよ。えリアルゾンビメイクマスクの上から、うん、マスクの上素顔の上にマスクマスクの上ガラスとかさ、ウジ虫とかつけてもらって、いや大阪だからさ、絶対なんかさ、やってくなんかね、誰か受けるかなと思ったらさ、誰も声が聞こえない街中歩いてっても誰も声が聞こえない。え、怖いね、怖いで、結局タクシーのうんちゃんが、あ、兄ちゃんどうしたっけ、喧嘩したかよく見たら、メイクかみたいな感じで、あ、そっちみたいな、うん、スタジオの4人は、女子4人はあれ、ゾンビメイクとかする、ハロウィンとかするの？しないですけど、なんか自分で、自分で何年か前に高校生の時になんかやった、やったよね、やった気がする、今思い出した、ちょっと世代的なものもあるけど、私が小さい頃にハロウィンなんてなかったんですよ。あ、なるほど、いつからか、あ、そう、いや、業者の一人でやって終わった、うん、一人でやってた、家で、あ、そうだった、佐藤に見てもらって終わった。あ、そっか、あの当時の寮のメンバーに見てもらって終わりました、うん、あれ、ね、どうしてるんですか、家で血まみれ、自分で血まみれなしになる気持ち、そうね、あれ何なんですか、あれ、どうしたらいいんですか、あれ、バカ殿になっちゃいけないの、なってもいいんじゃない、やったか、ね、やったかって思ってみたけどなんかあのブログとかでね、うん、やったなと思って、本当覚えてない。ちなみに土本さん好きなの、ちょっとゾンビ好きじゃないですね、はい、絶対好きじゃないと思いますよ。でしょうね、でもね、やりますよね、じゃあ、うん、マヨとかね、ゾンビか宇宙人か怪しい組織選ぶとしたらどれ選ぶ、怪しい組織を選ぶ、選ぶってなるよね、何が入るってこと、それ私選んじゃった、話のジャンルとして、ゾンビか宇宙人か、まあまあゾンビ幽霊含むね、うん、霊とか怪しい組織か、怪しい組織、うん、さあ出ました、ジェイさん、まあ、今話題が変わっちゃうから待って、じゃあすいません、ゾンビで、じゃあ今度怪しい組織の時に千本さん来ていただいて、あ、はい、もうあの千本さん真面目に答えなくて大丈夫、すいません、特に一応適当に作ってるから三択がおかしいから、そうそう、入るのかな、入らないといけないのかな、いやでも、ね、大丈夫大丈夫、なんか怖いわ、真面目に答えちゃったなんかもう洗脳されてきてるじゃあ最後ゾンビについてもね、菅沼さんビシッと締めていただいて、え、ゾンビについて、ゾンビについて、 G ウイルスに気をつけましょう、以上、怪しいことが大好きなのコーナーでしたはい、おもろ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 いことが大好きだ。で、2日目はじゃあこれはアイナが行く、一番楽しんだ、一番楽しんだアイナ、2日目のあのアクティビティ、ジップ、ジップめっちゃ楽しかったんですよ。何ですかそのジップ、ジップスカイライド、そう、高いところに上がって歩いて高いところまで上がるんですね。で、なんかあの乗ってちゃんと説明してラジオだからね分かってるんですけど、アトラクションロープウェイみたいな、ロープウェイじゃないわ、あの上から高いところから低いところまでこう、うん、長くターザンみたいにこう、そう、それです、ターザンっていうロープウェイの人間が降りていくなんかレールみたいな、あれもうめちゃくちゃアスレチックでよくあるやつの、ね、うん、もうちょっとスリリング版です。長いし、長いです。600メートルとか言ってる、うん、めっちゃ楽しいです。高いんですよ。そんなに長いですか？標高っていうか高さもあるし、すごく、うん、それで一面雪ですよね。そうです、だからスキーをこうやってやってる人とかの上を滑って、しかも最初と最後がすごい勢いあって、ドーンって始まってドーンって降りるんですよ。そうなんですよ。なんか突破とかね、アイナから言ってね、はい、でもうね、もう絶対アイナ笑いながら来るなって言ったら、もうニコニコニコって、めっちゃ楽しかった。私なんかジェットコースターとか絶叫的なものが大好きなんですよ、そうだからもう乗る前から楽しみで、で乗った後もう一回乗りたいっていう、そうそうそう、そういう気持ちだったよね。で2番手が絶対前だなと思って、最後残されるやだタイプだな、うん、そうだよね、やだ、そしたらやっぱ前だと思ってさ、なんか固まりながら来てたよね、怖かった、ちょっと怖かった。いや、ちょっとじゃないですよ、今日本当にダメなんですよ、もう仕事だと思って頑張りました、ね、頑張った、天に見される気持ちが、真ん中はね、真ん中はね、そのあ着く時、あ出る時、出発する時と最後はそうでもなかったけど、最初だけ、あ急だもんね、うん、内臓が浮きましたで最後、千本さんはなんかもう安定したなんか自撮り、自撮り、あの動画をずっと撮ってて、うん、
同じ姿勢で回す。で風がすごすぎて、なんか私だけだけど涙がすごく、いや私メガネしてたから大丈夫だったけど、そうすればよかったくらい。でもあの別の意味で泣いてたんで。そうです、寒いから風が冷たい、風がすごくて本当にだ髪の毛とかずっと、ね、うん、バキバキになる、丸出しだったしかも。で涙出てきちゃってこう景色がにじんじゃって、それがちょっとね残念でしたけど。楽しかった、楽しかったです。好きなの？好きですよ。こうテンションには出ないけど好きなんですよ。そうですね、はい、それは体重制限はなかった？ あったんで引っかかって俺は乗れなかった。社長が今度は200キロまで耐久性保っときますので最後にはいいですから、その撮ったものってどこかで見られないんですか？あでもなんかアップしようっていうのはしてるんで、はい、だまあそういった意味で、ね、ロザン温泉スキー場はもうスキーやまあスノボは当たり前なんだけど、それ以外にもそういうスキーやスノボをできない人でも、うん、そういったいろんなアクティビティがあって楽しいですよっていうのもね、うん、なんか散策とかもしたんですよ、うん、あの街を。あその後ね、温泉の方ね、そうですよね。あ今なんかちょっと見せてもらったんですけど、資料ジップスカイライド、うん、そうです。え国内最大級ですって。そうめちゃめちゃ楽しかったです。全長652メートル、うん、最大時速70キロ、結構そうなんです、距離だし結構な速さですよ。そんなに出てたんですね、スピードね、うん、全然感じなかったね。手を広げた方がスピードが落ちるんだよね。弱まりますって言われて、分かりました、広げます。それでずっとさ、こっち来たんです。そう、私はずっと手を広げて固まってた。そうだから手に召されるそうなんです。もう即私真ん中がいいって2番目がいい。でも面白そう本当にこれね。スキーできない人も楽しめるし、いや楽しいと思う、うん、でその他にも雪上車に乗って、うん、あのツアーもあったりとか、それも面白いですね。あこれもでも5月までやってますよ。意外と長い間やってるんですね、うん、あそこは春スキーができるんだって。へだから大体ゴールデンウィークぐらいまで、うん、通常大体あのいい、ね、オープンしてるってことなんで、スキー場は、うんうん、それでね今ねアイナが言ってくれた、その後温泉街の方ね、そう温泉街どうでした？なんだろう、ちょっと昭和なレトロ感漂うこの雰囲気、田舎ならではの雰囲気。なんかあそこさ、小さい小道はくねくねしててさ、なんか面白いよね。面白かったね、坂もすごい多くて、ね、ザ温泉街な感じなんですね、うんうん、なんかお土産屋さんがあったりとか、温泉饅頭がいっぱいありました。うん、いいね。あとあそこ外湯っていうのがあって、そこは無料なんですよ。それで13種類あって、でそこを巡るなんか御朱印巡りみたいな感じの、なんかそういうようなスタンプラリー的なこともやってたりとか、あと美味しいね、ご飯あ食べたね、食事もさせていただいて、あとアガマっていうあの温泉で、あそこそうです、生活密着してるんで、まあ、前もここでちょっとご紹介したかもしれないけど、あの地元の方はそれで温泉卵を茹でたりとか、そう、あと野菜を茹でたりとか、なんかゆで卵食べてる方とかいますね、うん、本当いいですね。あとあの実は洗濯も温泉で、なんか匂いとかつかないんですか？いや逆にアルカリ性なんかそれで落ちがいいんだって。そう、同祖人、あ同祖人ね、同祖人、道祖神っていうのは夫婦の道祖神祭りがあるんですよ、まあ、そんな感じで今回ね野沢温泉村の皆さんの歌唱をね披露していくことができたっていうこととね、うん、地元の方々との交流とお客さんとの交流もできてね、はい、有意義な週末、また出たい、ぜひありがとうございます。ありがとうございます。また出ます。お疲れ様です。もう楽しいよね。楽しかった、うん、もう皆さんよくしていただいて、すごいのがすごい大好きだなと思うところが、野沢温泉の人たちって地元の人たち自分たちで全部企画してる、そこがすごいね、素敵だなと思って、ぜひまたね野沢温泉さん、このようなご縁として、うん、今後ともなんかやっていけたらなと思いますね、うん、はい、新しい報告待ってます、はいはい、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで告知があります。はい、3月21日、はい、春分の日、はい、ジェイズポップショーインヨドバシカメラ、うん、はい、横浜店が決まりました。やった。今日も告知してらずよね、この時に、はい、そしてね、マイエナさん、チモスさんも出ていただくということなんでね、はいはい、そしてここは大滝かなさんと、あと内弁寺のかなちゃん、小説出ていただいたね、はい、彼女が出ますので、この4組で、はい、ちょっとね、披露していただきますので、ぜひ皆さん観覧無料ですので、よろしかったら遊びに来てください、はい、ということでね、お待ちしてます。はい、あと23日、これマイエナの日、そうですよ、実は青少年交流センターっていうのが2月に新しく希望、世田谷区の希望が丘にできたんですよ。そこのお披露目のフェスが行われます。区長も来ます、はい、そこになんと我が子供ね、うちの番組から代表でマイエナさん、ちょっとステージをやらせていただくことになりましたので、すごいじゃないですか。ちょっとね、若者支援のね、あのところってことで、
で、若者ですかね、まあ、若者代表で、はい、若者代表でちょっと、はい、デモンストレーションをしていただくってことでね、はい、ちょっとそこもよろしくお願いしますってことでね、はい、お願いします、はい、そう、それを言うわけですもう一つありました、24日ですよ、はい、ジェイズ交渉の定期公演があったの忘れてました。そうです、はい、お世話になります。一番大事なのは本公演だけど、そのただの本公演じゃないですからね。そうですよ、今回は吉田井生誕祭ですね。イエーイ、ボンババボン、あ、誕生日でそうっていう、実はね、そうですけどね、そう、うん、まあ、本当はね、そのヨドバシさんね、秋葉亭の17日が、まあ、そのトップ社の、そうなんだ、おめでとう、おめでとう、まだだけどね、まだまあ、でも24日にね、今回は生誕祭という形で、うん、はい、はい、やっていただくのでね、よろしくお願いします。そしてその24日はですね、ちもつさんと、はい、それから大竹さん、そしてかおりちゃんとですね、今回のジェイズポップションのね、ヨドバシの方出ていただくメンバーが出演していただきますので、はい、はい、まあそういう形で、まあ、あの目白押しなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。癒しでコンシェルジュ。このコーナーは主義セラピスト協会の提供でお送りしています。片声で続いちゃうんですけど、今の小顔っていうキーワードにいくと、うん、はい、あ、なんかほらなんだ、あのセメントじゃないや、なんだ、うん、あれで石膏で固めてこの骨の密度をグッとやると小顔になるっていう方法あるじゃないですか、韓国系のコルギですよね。そうそう、コルギ、はい、そう、すんごい痛いらしいんだけど、あれって実際どうなんですか、また戻っちゃうんですかね。まあ、戻るのは戻りますし、まあ無茶ですよね、あまりね、まあ、怒られませんよね、大丈夫ですよね、大丈夫ですね、あまりあれよろしくないですよね、健康的には。蒲田のサロンの方に時々来てた男性の若い子とか、まあ、あの手であるのもあるんですけども、いくら押しても頬骨なんですよ、はい、痛いんです、絶対あのコルギの中でも1番目か2番目痛いやつなんですけど、強制ガーッと、私このね、声だけだからあれですけども、ちょっとほっそりしてなくてね、こうでかい体ですけど、ちょっとね、あのでかい体でこうやるわけですよ、はい、あ、大丈夫です、全然大丈夫です、すごいな、こう男の子若いのにと思って、後で会見の時、あ、すいません、領収してください、なんとか事務所、あ、事務所の子か、頑張ってんだなっていう、ああ、うん、やっぱ思い出その男の子慣れてるのかな、うん、だ肩こりとか、そう、首肩背中見ないで顔だけやってるとやっぱむくみが出ちゃうし、まあ、逆説言うと寝違いを直してくれたりとか噛み合わせを直してくれる治療家の方は小顔をやれます。ただやらないだけ、無意識にやってるから、うん、それを発想でもうソフトとしてやってるのがエステ業界とか韓国の方から来てるだけであって、日本の特に接骨院とか噛み合わせとかね、むち打ちのプロとかやってるところはやってることがもう小顔にもなるんですよ。顔のむくみ取ってるし、噛み合わせを取るし、肩だって肩こり、肩を楽にしないとね、小顔にもならないから、うん、なのでそういうところで小顔を受けてみるといいし、まあ、さっきの石膏でやられてるところもそうだけど、例えばね、次の日が勝負の日とかね、ライブだとか、うん、あと結婚式だって、うん、前日とか当日はやめた方がいいんですよ、うん、晴れるから。逆に、うん、だって石膏なんか特にそうだけど、激しければ激しいほど老廃物を削り取れば削り取るほど炎症っていうのが出るから、でそこから1日置いて腫れが引いてくる、でスッキリする形で、うちで来てる方でも、あ、2月中旬に結婚式あげるのって言って1月に来た時に、じゃあ1回フルじゃなくて半分やりましょう、でまたもう1回来てスッキリさせていきましょう、で顔を鍛えていきましょう、顔もだからさっき戻るから鍛えていくんですよ、老廃物を取る、むくみ取りっていうやり方の目的と、次はコンディショニングトレーニングって言ってね、顔から肩と姿勢とかも、うん、だからまあ背中とかもそうです、そういうところが楽になってくるって形をやっていく。でまあ当日はどちらかというとフェイシャルエステとかね、いいオイルを使って最初表にあるむくみを取ってあげるとか、肌の張りを良くしてあげる、さあ化粧ののりもね良くなるからっていう、やっぱ段階を追ってね、何にかんでもいきなりやるのは良くないかなっていうのがありますね。本当に痛いのはありますもんね、うん、ありますね、痛いのも何度も経験してそう凝っちゃうしね、そうだから悟空の気持ちとか、はい、ああいうところのも肩こりの
ね、ケアにもなりますしね、うん、もう本当に頭皮とか、まあ、あそこの、ね、いろんな企業秘密だって、ね、テレビ見せるのもあるから、あ多分こういうことやってんだろうなと思いつつ、うん、あんまりそれ言っちゃうと怒られちゃうからね、全然怒られないです大丈夫ですか、でもリスナーの方がそうなんだ、さっき見た側頭筋とか ね、ああいうところを、ね、刺激したりとか、いっぱい詰まってるんですよ、さっき言ったこの眉間のところと、ここって顔面神経を、顔の神経を支配してる三叉神経との出口があるから、あんまり強く押しちゃうと顔が変な風になったりもするし、程よく詰まりを取ってあげると顔はすっきり、運動ね、でも足の腰とかの神経痛と一緒ですよ、顔の神経痛という形で、顔面神経じゃなくて三叉神経というんですけどね、この眉間のところなんですよ、だからストレスでイライラしたりとかすると、この辺硬くなってる人は顔も硬直するし、うん、笑顔もちょっと硬い、うん、笑顔が硬い人がいたらもう、ね、頭をこう触ってあげる、包んであげるだけでもいいです、うんうん、あとさっき言った前側ね、ここね、うん、がもう冷たくなってる人はさっき言った自律神経で、背中がって言った時は、背中って左側が消化器系なんです、膵臓があるんです、ね、で右側の方の下、肩甲骨の下のあたりが肝臓があるんです、これあの何ですか、左側っていうのは向かってですか、あ左の自分の肩ですね、自分の左肩の下ですね、はいはい、左肩甲骨の下のあたりと、はい、右の肩甲骨の下のあたり、はい、だから我々治療科とかアロマトリートメントやる時もそうなんですけども、うん、背中で内臓をちょっと一回思い描こうねっていう形でセラピストたちは習ってるはず、うん、ただそれを痛のようにグッとやったりしてるところはあんまよろしくないし、それを考えてやってくれてるところは肩こりとか背中も楽になる、エフルラージュって言ってね、こうオイルでこう広く流していく技があるんですけども、うん、それがすごくうまいです。へ、で本当あれですよね、ただ行きたいだけじゃなくて、その選び、ね、その選び方というか、その涼しさと出会える方がものすごく、そこ出会っちゃうとね、もう次が指名させていただいてねってことで。